欧州議会議長は欧州議会における議事と活動を統括する役職。また議長は欧州連合内及び国際的に欧州議会の代表を務める。欧州連合の大部分の法律や予算の成立にあたっては議長の署名が必要とされる。欧州議会議長の任期は2年半で通常議会内の2大政党による臨番制が取られる。 欧州議会が創設された1952年から2017年までの間に30人が議長となっており、そのうち15人は1979年の第1回欧州議会議員直接選挙以降に就任した。女性で議長を務めたのは2人いて、また30人のうち多くが古くからの欧州、連合加盟国出身者である。2019年7月以降、議長を務めるのは、 イタリアのダビド・サッソリである。議長は議事の進行や議会と欧州議会議員規則が適用されることを確保するための関連組織のすべての活動の監督に当たり、このような点から議長の役割は国内議会における議長と同様である。議長の下には14人の副議長がおり、議長が議事に当たって不在である場合にその代行を務める。また議長は 事務局の会議においても進行を務め、議会の財務や管理に関する事項を担っている。この他委員内閣会派の代表による議長、会派長会議においても議事進行役を務める。リスボン条約において欧州議会議長在任中は欧州議会議員750名のうちの一人として数えられないことになっている。これは750という議員定数の上限を 超えないとするるためのものもである欧州議会議長は全ての法的事項や対外関係、特に国際関係において欧州議会を代表する。欧州理事会の会合が行われている際には欧州議会議長は欧州理事会での方針に対する欧州議会の立場を表明する。また欧州議会議長は新基本条約に関する政府間協議に出席する。 議長の署名は欧州連合の予算や共同決定手続が適用される法令の成立の際に必要とされる。さらに議長はこれらの分野における立法手続きに関して欧州連合理事会との間で調停委員会が設置されたときはその二次進行を担当する。ほとんどの国において国家元首がプロトコールにおける最上位とされるが欧州連合においては 欧州議会が最上位の機関とされており、そのため欧州議会議長は他の欧州連合及び加盟各国のプロトコールよりも優先された位置づけがなされている。例えば各国の要人に送られる品物は欧州議会議長次第で決定される。スペイン出身のジョセップ・ボレルの議長在任中にはバルセロナ出身の彫刻家によって 欧州連合基本権検証の一部が刻まれたクリスタルのカップが送られている。欧州議会議長の任期は2年半で、欧州議会議員の一期の任期中に議長選挙が2度行われることになる。1980年代に欧州人民党と欧州社会党で調整がなされた結果、両党の間で議長を出し合うこととなっている。例えば二千四年から二千九年の間の任期を、 見ると、欧州人民党は、欧州社会党出身の議長候補を支持し、2007年の交代に際しての選挙では逆に、欧州社会党が、欧州人民党の議長候補に投票している。これによりに大政党の間で、議長職が持ち回されている。ただし例外もあり、欧州人民党と欧州自由民主改革党が提携した際に、先の持ち回りの下では、 本来議会の任期の後半は、欧州社会党から議長が選出されるところを、欧州自由民主改革党の候補が選出された事例がある。2009年以降、議長の選出にあたっては、改選前に議長を務めていた。議員、改選前の議長を書くときは、改選前に副議長を務めていた中でも、最年長の議員、改選前の副議長を書くときには、 在職期間が最長となる議員の進行の下で本会議が行われる。2007年以前は議長の選出にあたっては議会の最年長議員の進行の下で本会議が行われていた。この変更の背景には欧州統合に対して批判的なジャンマリー・ルペンが2009年の選挙後に81歳となって最年長議員となることが見込まれていたことが挙げられる。 極右のルペンに反発する一部の議員が行動した結果、ルペンを議長席に座らせることを阻止するために議員規定が改定された。2004年と2007年の議長選出にあたっては、ジョバンニ・ベルリンガーが1979年の初の直接選挙後に開かれた際には、ルイーズ・ウェイスがこの進行を務めた。議長選出選挙が行われている間は、最年長議員は、 本来議長が持つべき権限を有するが、その権限は議長選出に関わるものに限られている。投票にあたって候補者名簿が最年長議員に渡され、最年長議員は本会議で候補者を発表する。3度投票を繰り返して、いずれの候補者も絶対過半数を獲得できない場合は、3度目の投票結果の上位2名による決選投票が行われる。 この決戦投票でも同数となった場合は、両候補者のうち年長の者が選出される。欧州議会、またはその前進機関の議長には特筆されるような人物が選出されている。初代議長には欧州連合の父の一人とされるポール・アンディ・スパークが就任している。また欧州連合の父と呼ばれる人物は他に、アルチデ・デガスペリア、ロベール・シューマンも選出されている。 また女性もこれまでに二人が選出されており、直接選挙が行われた直後の1979年に、シモーヌ・ベイユが1999年には、ニコル・フォンテーヌのいずれもフランス出身であるが、それぞれ議長に就任している。シモーヌ・ベイユ女性初の議長、パッド・コックス・シモーヌ・ベイユ以来初の欧州人民党、欧州社会党以外出身の議長、ありがとうございます。